ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあなんか C か D ですよね。ちなみさん、A とか B とかなぜダメなのか。まずは選択肢の A からご覧ください。で、さ、これは出だしの by that。前置詞プラス that。そこで英文法上不可でしたね。で、続いて選択肢の B。皆さん、which、関係代名詞でございますので、後ろは完全か不完全か。そうです。不完全な文が来ましたね。じゃ、本当に不完全になってるのか。皆さん、which の右側、空詞の右側も踏まえて、完全不完全を確認してください。で、which の右側の I は主語。あと皆さん、can eat。皆さん、eat 自動詞、他動詞、大丈夫ですね。そうです。後ろに名詞がございます。それで、他動詞。で、他動詞の後ろはもちろんこれですね。目的語。そうです。SVO。完結してますよね。そうです。完全。ですから皆さん、which の右側は不完全な状態にしなくちゃいけないんですが、まあ残念ながら完全になっておりますので、B も×。あとは選択肢の C か D かということです。皆さん、わかりやすいのは選択肢の D の方ですね。皆さん、capable。皆さん、これの前後の形は大丈夫ですか？そうです。ポイントは capable の右側。そうです。of プラス ing でしたね。で、うんたらかんたらできるという意味でいいんですが、皆さん、選択肢の D。なんか、このあたりがダメっぽいですね。そうです。to ではなく of。よって正解は C。で、皆さん、with fitch to 不定詞。皆さん、これを見て、はいはい。って分かる方はいいんですが、何ですかこれは、という方。そうです。左下ご覧くださいね。前置詞。まあ、これはあってもなくてもいいんですが、フィッチという不定詞。そうです。左側の名詞を修飾できましたよね。確かに皆さん、例文をご覧ください。ちょっと矢印で引っ張ってみました。では、和訳は皆さん、文頭からいきましょうか。私はスプーンを探しております。じゃあ、どんなスプーンですかと言われたら、このフルーツのプリンを食べるためのスプーン。そうです。道具の with が来てますよね。スプーンという道具を示していくわけですから、前置詞 with。ですから、食べるためのスプーンを探し求めております。こんな感じでバッチリですよね。皆さん、このあたり皆さん、what to do とか how to do だったら、まあまあまあ有名なんですが、fitch to 不定詞の存在も押さえていただきましょう。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指の上で隠していただいて。で、丸1番から丸4番。そこに入る語句をスラスラ言えるようを活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。